ガイスカ・トケエロは、スペインはアラバ県ビトリアガステース出身の元サッカー選手。ポジションは主にフォワード。アラバ県ビトリアガステース出身。レアル・ソシエダの下部組織で短期間プレーした後、デポルティーボ・アラベスの下部組織で何シーズンか過ごした。2006年に、セグンダ・ディビジオン B の SD、レモーナに移籍し、22歳でプロデビューを飾った。2007年には、 やはりセグンダディビシオン B に所属する近隣のセスタを RC に移籍した。セスタを在籍時のプレーにアスレティックビルバオが興味を示し、2008年バスク州最大のクラブに移籍。しかし、ホワキンカッパロス監督の構想には入らず、同年夏、同じバスク地方に本拠地を置きセグンダディビシオンに所属する SDA バルに移籍した。 以前にも指導を受けたカルロスポウソ監督のもとで2008から09シーズン前半戦は15試合に出場し2009年1月1日にアスレティックビルバオに復帰1月7日の RCD s スパニョール戦で後半に途中出場してプリメーラディビシオンデビューした3月4日コパデルレー準決勝のセビージャ FC 戦で遺跡後初得点を挙げ2試合合合計4から2での 決勝進出に貢献。FC バルセロナと対戦した決勝では、先制点を挙げたが、その後逆転されて、準優勝に終わった。2009から10シーズンは、フェルナンド・ジョレンテの控えであったが、2010年3月7日の、レアル・バラドリード戦などで何度か、ゴールネットを揺らした。2010から11シーズンはレギュラーに返り咲き、 2011年1月30日のアトレティコ・マドリード戦でシーズン初得点を挙げた。2015年7月10日、アスレティック・ビルバーを退団し、4日後にセグンダへのアラベスに2年契約で復帰した。移籍1年目のシーズンは、リーグ戦39試合に出場し9ゴールを挙げ、プリメーラ昇格に貢献した。2017年8月4日、 レアルサラゴザに2年契約で移籍した。2019年5月、現役引退を表明した。ありがとうございます。